はい、どうもです。お父じでございます。今日はね、もうお休みでして、まあちょっとね、母親病院に連れてって今帰ってきまして、これからちょっとね、えー、遊びに出ようかなーってところなんですけどもね、今日はね、4月の、何日かな、うん、4月の8日ですね、もうね、このガオロードチョコ、4月5日からね、第1弾が本発売されてるんですけども、今日ね、 この20円のやつ、お試しキャンペーンってことで、これがね、あるドラッグストアに行ったらね、置いてあったんで、ちょっと購入してきました。えー、前回はね、あのー、なんか破られた箱みたいなのに入ってたんですけど、今回は、まあ、ディスプレイ用のね、箱がちょっと置いてあったんですね、ちょっとかっこいいやつが。で、あ、これこのままもう買っちゃおうと思って、で、レジの方に持ってきましてね、お姉さんすいません、これ、 箱ってもらえますかって聞いてね。自分の中では、あ、もうどうせこれ処分しちゃうんで、どうぞどうぞ、みたいな感じでね。簡単にいただけるかなと思ってたんですけれども、あ、これ第1弾のキャラクターが出てますね。ちょっとお待ちください、ってね。ちょっとあのー、バックヤードの方に行きまして。 なんか、聞いてきたらしかったんでね、ちょっとね、あのー、申し訳ないことしたなと思いました。あいにくね、レジは並んでなかったんで、まあそこら辺は良かったんですけど。で、まあね、あのー、こちらね、いただくことができましたんで、もうこのまま残りのやつ全部私がね、回収してきました。全部でね、30個ぐらいあったかな。うん、両方合わせてね、うん、購入してきました。 実際第1弾はちょっと買ってないんですけども今ねちょっと動物の森のグミなんかも集めてるんでね、えー、ちょっとガオロードは元が20円なんでね120円出すのをちょっとね渋ってる部分もあるんですけどまあそれちょっとね後々考えていきたいと思いますで今日はねちょっとぶっこふさんにね来てますまあ久しぶりに来たんですけどえー、まあ 模様替えと言いますか、ガラスケースをね、あのー、大きいものを入れたりとか、えー、商品の場所をね、レジ前だったものをちょっとね、また別のところに移動したりだとかね、ディスプレイ方法がちょっと変わってまして、で、いくつかね、商品も入ってました、PC エンジンのようハードはなかったんですけども、ヒューカードちょっと入荷してあったりとか、スーパーファミコン。 アドバンスあとはね本体ハード関係も結構増えてたんでねちょっとじっくり見てはいたんですけどもまあお値段と状態ですねそれのちょそれのねちょっとさじ加減が合わずに購入まではしてないんですけどもなかなかねちょっと今日はね天気もいいんでね楽しいお休みを過ごしておりますまあこの後ねもうちょっと、まあ、スーパー行ったりとかハードフもう1軒ぐらい行こうかななんてちょっと考えておるんですけども まあ、休日を楽しんでいきたいと思います。ご視聴のありがとうございました。おやじでした。バイバイ。